リバント考察第9話、役所工事べきが否定、最終標的は日本。デマを流した3人の容疑者。二宮和成残ると、黒い目的とは ?9 月10日に堺雅正人、49、主演の連続ドラマ、リバントは、自衛隊の影の情報組織、別班の一員である野木友女、堺を主人公に描かれる、半沢直樹。 で演出を務めた TBS の福沢克夫氏が原作、監督を手掛けるオリジナルドラマ。重要第9話では、最終標的は日本の意外な真実が明らかとなった。テントの最終標的は日本。日本の公安や別班がテントの正体を把握できていなかった第4話の時点で、各国の情報機関の間でテントと日本の関係性を噂されていて、 のぎに自白剤を投与された高屋46もリーダーの最後の標的は日本でみんな言ってると話していた。そしてテントの創設者のゴーンベキ役所工事67の正体は40年前の潜入捜査中にバルカ共和国の内乱で死亡したことにされていた。救助ヘリが自分や家族を見捨てた件は 指揮官の命令で引き返すよう指示があった。と、べきは後に知ったが、そのせいで蔡明美、高梨林34と友情を失った。これらの情報から、べきは自分や家族を見捨てた日本や公安に復讐心を抱いているのでは、と、別班や公安も死んど存在しないことが第9話で明らかになったのである。 べきは自分や妻を見捨てた公案を恨んでいたのは事実と認めつつも、40年前の件がどこかで広まり、話が大きくなってしまったんだろう、と語り、必死にバルカで孤児救済をしている間に日本への恨みはなくなったこと、その証拠に日本を狙ったテロの依頼は、お者が考察し、追い続けてきた謎としては表子抜けする答えに見えますが、本質はそこではありません。 問題は、誰かがこのデマを意図的に広げた可能性が高いこと。そして、それをやったのは誰なのか、その目的は何なのかですよね。視聴者の間では、あらゆる人物が疑われていますが、がま,すまずは、べきのスコである,る。テレビ市編集者以下どう。残るは、ね、はかつて息子の友女が死亡したと勘違いして、廃人同然になっていたべきが、孤児の幼い子供から、 弟に何か食べさせてあげて、残る、当時例都市をお願い、と託された存在で、現在までべきから実の息子同然に愛情を注いで育てられている。本当の息子である友女が登場してからは残す性格であることも描写されてきた。そんな残るが、尊徳感情などを抜きに、純粋な思いから父親を見捨てた日本を恨んでいても、 不思議ではないだろう。